ホークスの中継ぎでちょっと注目したいピッチャーって言いますか？いやーもう杉山です。もうまあオープン戦まではちょっと先発でっていう感じの調整しましたけど、先発では彼の持ち味が出てないというか、もう結果も出てなかったんで、まあシーズン入って、まあオープン戦最後の方で、まあリリーフ、中継ぎっていうところをやったら、やっぱもう彼のもう持ってるものがこうやっぱ出てくるんですよね、やっぱ。すぐもそうです、思い切りの良さっていうか、豪快な感じっていうのが。だからもう僕はもうそれでいいんじゃないかな、中継ぎでいいんじゃないかなとかって、やっぱああいう感じを見ると思ってしまうんで、まあそれで何かこうタイトル取れたら、彼の中でも何、踏ん切りつくんじゃないかなみたいなとこもあるんで、普通の憧れっていうのは多分まだもう全然多分残ってると思いますし、そこで中継ぎなんかタイトル取ると、まあこの道でもいいかっていうか、この道極めていくかみたいな、なんか踏ん切りつく方が、やっぱ彼の潜在能力からして、もう割り切れるっていうか、腹をくくれるっていうか、この世界で。自分が何をすべきかっていうのは。だ中途半端よりも、もうそういう感じになっていった、いったら、これすごいピッチャーになるなっていう感じはしますね。もう、ポテンシャルはやばいですよ。本当僕は1年目のキャンプの時に、ブルペンで第1クールで見た時に、もうちょっとこう、もううなりましたもん。これはやばいなっていう。久々に見たな、このまっすぐって思いました。もうそれぐらいやっぱもうものはやっぱもうピカイチですね。育成の左腕の大関投手などもかなり注目されてましたけども。まあ彼もやっぱ、まあ加山っていう壁がいるんでね、そういうところを目指しながら越えながらっていうところではあると思うんですけど、あとまあ川原っていうのがいるんで、まあそことこう争ってるっていうか、まあ大関は育成なんで、やっぱまず支配下にならないといけないっていうところが、やっぱ大きな壁になってるんで、まあ最後オープン戦でちょっと打たれてしまったっていうのがありますけど、まあその一軍のバッターにオープン戦でもこう投げたっていう事実が今後彼どうやって生かしていけるかなっていうところですね。それでこう一軍でも投げたんや俺はっていうあぐらかいてるようでは、もう所詮育成なんで、まあ終わるのは早いでしょうね。いや、そう、だって育成はプロ野球選手じゃないんで、じゃあ、まあ、一軍の試合出れないですもん。で、育成枠っていう、その育成ドラフトがなかったら、この世界に入ってこれないんで。二軍の試合、二軍ですら、プロじゃないっていうぐらいの感覚じゃないと、やっぱこの世界で生き残っていけないですね。